グラフィックスプロセッシングユニット。グラフィックスプロセッシングユニット。グラフィックスプロセッシングユニット。略して GPU は、コンピュータゲームに代表される、リアルタイム画像処理に特化した、演算装置内しプロセッサである。グラフィックコントローラなどと呼ばれる、コンピュータが画面に表示する映像を描画するための処理を行う、IC から発展した。特に、リアルタイム 3DCG などに必要な、 定型かつ大量の演算を並列にパイプライン処理するグラフィックスパイプライン性能を重視している。現在の高機能 GPU は高速のビデオメモリ、ベレムと接続され、頂点処理及びピクセル処理などの座標変換や、グラフィックス陰影計算、シェーディングに特化したプログラム可能な演算機、プログラマブルシェーダーユニットを多数搭載している。ムーアの法則の限界により、 プロセスルールの微細化は鈍化しているが CPU と比較して個々の演算機の設計が単純で並列計算に特化した GPU は微細化の恩恵を得やすい。さらに HPC 分野では CPU よりも並列演算性能に優れた GPU のハードウェアをより一般的な計算に活用するグップグップが盛んに行われるようになっておりそういった分野向けに 映像出力端子を持たない専用製品や真相学習ベースの AI 向けに特化した演算機を搭載したハイエンド製品も現れている。コンシューマー PC 向け GPU の起源は1970年代から1980年代のグラフィックコントローラに遡る。当時のグラフィックコントローラは、区形や多角形の領域を単純に塗りつぶしたり、 ビットブルド、ビットブロックトランスファー、ビット単位でのブロック転送などにより、二次元画像に対して簡単な描画処理を行うだけであり、その機能と能力は限定的だった。グラフィックコントローラーの中には、いくつかの命令をディスプレイリストとしてまとめて実行したり、ドマ転送を用いることで、メイン CPU の負荷を減らしたりするものもあった。 このような専用のグラフィックコントローラーを用いずにドマコントローラーで処理したり、汎用 CPU をグラフィック処理専用に割り当てたグラフィックサブシステムを当てるコンピュータも存在いた。汎用的なグラフィックスコプロセッサは古くから開発されてきたが、当時の技術的な制約から安価な製品では、機能や性能に乏しく、また高機能なものは、 回路の規模が増大し非常に高価な元ならざるを得ず、結果的にパーソナルコンピュータへ広く採用されることはなかった。1980年代から1990年代前半にかけては、ビットブロックトランスファーをサポートするチップと、描画を高速化するチップは別々のチップとして実装されていたが、チップ処理技術が進化するとともに安価になり、VGA カードをはじめとする、 グラフィックカード上に実装され普及していった。1987年の VGA 発表とともにリリースされた IBM の8514グラフィックスシステムは 2D の基本的な描画機能をサポートした最初の PC 用グラフィックアクセラレータとなった。アミーガはビデオハードウェアにブリターを搭載した最初のコンシューマ向けコンピュータであった。 1980年代後半から1990年代前半の日本国内で広く普及していた PC として PC-9800 シリーズがあるが同シリーズのグラフィックの描画に関連するチップには GDC と GRC-GEGC がある CRTC などもあるが描画には関係しない GDC には直線、円弧、四角塗りつぶしなどの図形描画機能があり この記事で扱っているタイプの LSI である。GDC は、登場時点では、比較的高機能、高性能であったが、CPU の性能向上によりその利点は薄くなっていった。そのため、当時の開発者でもそれを正確に把握していないものも、多い。GRCG は、複数プレーンへの同時秒が、98では、プレーンごとにセグメントアドレスを動かす必要があり、面倒だったや、 洋画時のマスク操作などをハードウェアで行えるもので EGC は GRCG の強化版エンハンスドグラフィックチャージャーである EGC はエプソンが比較的後期まで追随しなかったことや NEC がハードウェアの仕様の公開に非積極的になった以降ということもはあまりよく知られていないさらに AGDOC、ADVANCED や EGUC、あるいは EGC といったチップに至っては、非公開情報を集めた文献にもその名前以外には、ほとんど全く情報がない。1990年代に入ると、シリコングラフィックス、スキーが自社のグラフィックワークステーション用のグラフィックライブラリーとして、開発、実装したがオパングルに発展して標準化され、標準化された。 グラフィックライブラリーとその API に対応したハードウェアアクセラレータという図式が登場する。実装当初の IrisGL はソフトウェアによるものであったが、スキーでは当初よりこの API をハードウェアによって高速処理させるハードウェアアクセラレーションを行うことを念頭に設計しており、ほどなく IrisGL アクセラレータを搭載したワークステーションが登場する。 ただし、当初の Iris GL アクセラレータはまだ単体の半導体プロセッサーではなく、グラフィックサブシステムは巨大な基盤であった。1990年代の初め頃、マイクロソフト・ Windows の普及とともに、グラフィックアクセラレータへのニーズが高まり、Windows のグラフィックス API であるグリに対応した、グラフィックアクセラレーが開発された。1991年に、 S3 グラフィックスが開発した S386C911 は最初のワンチップ 2D グラフィックアクセラレータであった。86C911 という名は設計者がその速さを標榜するためポルシェ911にちなん名付けた。86C911 を皮切りとして数々のグラフィックアクセラレータが発売された。 1995年にはサンドラブスがオパングルアクセラレータのワンチップ化に成功し低価格化と高パフォーマンス化が加速度的に進行し始める。また同年に登場したインテルのペンティアムプロプロセッサの処理能力は同時代のリスクプロセッサの領域に差し掛かっておりこの CPU とワンチップ化によって価格を下げたオパングルアクセラレータセットは それまでメーカーに高収益をもたらしていたグラフィックワークステーションというカテゴリーにローエンドから価格破壊を仕掛ける原動力となった。1995年までにはあらゆる主要な PC グラフィックチップメーカーが 2D アクセラレータを開発し、とうとう汎用グラフィックスコプロセッサは市場から消滅した。1995年に 3DFX により、 ベデュという 3D アクセラレータが発売された。家庭用 PC の性能上のボトルネックを考慮して、ゲーム用に最適化されたグライドという API も用意され、家庭用 PC 上で当時のアーケードゲームに匹敵する品質のグラフィックを実現した。ベデュシリーズは1990年代後半の家庭用 PC ゲームの品質向上を牽引したシリーズとなった。 1995年にマイクロソフトが Windows95 と共に開発したゲーム作成及びマルチメディア再生用の API 群 DARDOX ではさらにグラフィックアクセラレータの性能が強化された DARDOX のコンポートメントの一つ Direct3D は 3D グラフィック処理のハードウェア化を想定したレンダリングパイプラインを持っていた1997年当時の グラフィックアクセラレータはレンダリングのみしかサポートしていなかったが、この頃から、Z バッファ、アルファブレンディング、フォグ、ステンシルバッファ、テクスチャマッピング、テクスチャフィルタリングなどの機能を次々搭載し、3D グラフィック表示機能を競うようになった。DVD ビデオ再生支援機能を備えるチップも現れた。VDP 等の汎用グラフィックプロセッサについては、 カーナビ等の表示用に使用され新たな市場を形成している。90年代後半からは、携帯電話に多色表示が用いられるようになり、その分野においても有用な市場を形成している。一方、システムの低価格化を目的に、チップセットのノースブリッジにグラフィックコアの統合を行った統合チップセットが1997年頃から登場し始める。 1999年のインテル810チップセットの登場で低価格機には統合チップセットの仕様が定着し始めた。ハードウェアによる座標変換、陰影計算処理、ハードウェア T&L は1999年にリリースされたダードックス7にて標準化され、またこのハードウェア T&L を世界で初めて実装して製品化した。 ウビタジフォス256を定義する言葉として GPU という名称が提唱されることとなった。ハードウェア T&L の実装によって NVIDIA 社製品は他社製品と比較して突出した高性能を発揮するようにな。これ以後 3DFX ベデュシリーズも目立って高性能とは言えなくなった。ダードックス8世代ではグラフィックスパイプライン中の一部の処理を ユーザープログラマーが自由に記述できるプログラマブルシェーダーが導入されるようになった。プログラマブルシェーダーは頂点シェーダー、バーテックスシェーダーとピクセルシェーダー、ピクセルシェーダーの2種類が用意され、頂点シェーダーは頂点座標や光源ベクトルの頂点単位での座標変換をよ頂点単位での陰影計算、シェーディングをピクセルシェーダーはピクセル単位での陰影計算を それぞれ担当する設計だった。特に従来の固定機能シェーダーでは、ポリゴン単位、頂点単位でか、陰影計算を実行できなかったのに対し、ピクセル単位での陰影計算もできる、プログラマブルピクセルシェーダーの導入により、表現の自由度と解像度、精細度、品質が飛躍的に向上した。ただし、シェーダープログラムの記述に使える言語は、原始的なアセンブリ言語が基本であり、 記述可能なプログラム長、命令数もごく限られていたため、開発効率や再利用性などの面で課題を抱えていた。なお、頂点、シェーダープログラムと、ピクセルシェーダープログラムを実行する、ハードウェアユニット、演算機のことを、それぞれ頂点、シェーダー及びピクセルシェーダーとも呼んでいた。また、この世代になると、マルチテクスチャ、キューブマップ、アニソトロピック、 微縫製、フィルタ、ボリュームテクスチャなどが新たにサポートされ、ハドリーによるレンダリングや動的な環境マッピングの生成が可能になった。動画の再生や圧縮に、シェーダーを使う技術も搭載された。インテルクリアビデオ、パロビダオ、アビボ、クラモーション、ダートックス級世代になると、このプログラマブルシェーダーが、さらに進化し、シェーダーのプログラムを書くための専用の、 高級言語である CG、HLSL、GLSL などが開発され、シェーダーを物理演算などゲームでの 3D グラフィック表示以外の演算に使うことも多くなった。Windows Vista に搭載された機能の一つ、Windows a e r ロデスクトップウィンドウマナージャーは画面表示にプログラマブルシェーダー、ピクセルシェーダー2.0を利用するので、この世代のビデオチップが必須になっている。 Windows エアログラスを使用しなければダードックス8世代以前のビデオチップでも Windows Vista 自体は稼働する。また、MacOS 10のコアイメージではオパングルのプログラマブルシェーダーを利用して 2D グラフィックのフィルタ処理を行っていい。ダードックス10世代ではさらに自由度が増し、シェーダーモデル4.0、SM4.0 に基づくグラフィックスパイプラインが導入され、頂点。 シェーダーとピクセルシェーダーの間でジオメトリシェーダー、ジオメトリシェーダーによるプリミティブ増減処理を行えるようになった。ジオメトリシェーダーはオパングル3.2でも標準化されている。グラフィックス描画処理では三次元空間を構成する。表現のために三角形を色付けする。ピクセルシェーディング処理の負荷が精細度や特殊処理などによって大きく変化するため、固定のハードウェアパイプライン構成では、 ボトルネックになることが多かった。この制約を解消するために、ダードックス10世代では演算ンンユニットを汎用化する統合型シェーダーアーキテクチャによって固定のパイプラインの一部をより柔軟な構成に変更した。頂点、シェーダーとジオメトリシェーダー、そしてピクセルシェーダーの機能を合わせ持つ統合型、シェーダー、ユニファイドシェーダーを多数搭載して、 動的に処理を振り分けることによって、プログラムの自由度と共にボトルネックを解消し、演算回路数の増加に比例した、画像描画処理速度の向上を得た、レフネムイコール日系エレクトロニクス2007年10月8日、日系エレクトロニクス2007年10月8日、プロセサは、マルチマルチへ、レフ。なお、この統合型シェーダーアーキテクチャによる、ハードウェアレベルの汎用化が、 GPU における汎用演算、グップグップの発展と普及を加速させていくことになる。統合型シェーダーアーキテクチャを採用した NVIDIA GeForce 8シリーズでは Windows、MacOS 10、Linux 用の標準的な汎用 C コンパイラ環境、CUDA が提供され、一方 ATI Radeon HD2000 シリーズではハードウェアに直接アクセスできる環境が、そして、 ラデオニ HD4000 シリーズ以降では、ATI ストリーム、ブルック言語と抽象化レイヤーである CAL によるアクセス手段が用意されている。これにより、科学技術計算やシミュレーション、画像認識、音声認識など、GPU の演算能力を汎用的な用途へ広く利用できるようになったグップグップ。また、特定のハードウェアベンダーやプラットフォームに依存しない、 オパンクルという、ヘテロジニアス計算環境向け標準規格に続き、米マイクロソフト社からダードックス 11API の一部として、グップグップ用パイであるダードコンピュート、コンピュートシェーダーがリリースされた。後に、ダードコンピュートをバックエンドとするグップグップ向け C 言語拡張。ライブラリーとして CAMP も登場した。ダードックス11のシェーダーモデル5.0では、 前述のコンピュートシェーダーに加え、頂点、シェーダーとジオメトリシェーダーの間に、ポリゴンの細分割、詳細化、サブディビジョンサーフェイスを、プで行うテスレーションシェーダー、ハルシェーダー、固定機能、テスレータ、ドメインシェーダーが追加された。テスレーションシェーダーは、オパングル4.0、コンピュートシェーダーは、オパングル4.3でも標準化されている。なお、 主にダードックスに最適化された g f o r c やラデオンなど 3D ゲーム向け製品と異なり、業務用ワークステーションなど高い信頼性や耐久性が必要とされる業務用途に特化して設計されたビ v d クアドローシリーズおよび AMD ファイアプローシリーズが存在する。これら業務用製品はダイレクト 3D よりもオパングル及びオパングル対応アプリケーションに最適化されており、 カナダドル、HPC、金融、CG 映像、建築、設計、DTP、研究開発分野において採用されている。その他、NVIDIA テスラシリーズや AMD Firestream シリーズ、後に AMD Fire Pro に統合といったグップグップ専用製品も登場している。主な CPU メーカーは、従来の CPU 機能だけにとどまらず、 一つの CPU チップ内に複数の CPU コア、マルチコアを搭載すると同時に画像出力専用回路として GPU コアも統合した製品を提供するになった。例えば、米 AMD では AMD フュージョン構想において一つの台上に二つ以上の CPU と GPU を統合し、米インテル社でもコア i5、コア i7、コア i3 でのィ d ブリッジ世代から、 同様の製品を提供している。が、CPU と GPU の外部メモリが共用されるため、CPU チップの外部メモリバスには、CPU のアクセス帯域に加えて、GPU のアクセス帯域も加わる。このため、仮に CPU チップに、極めて高い性能の GPU を統合しても、統合チップのメモリアクセス帯域も相応に増強されないと、それが、 ボトルネックとなって、性能向上は望めない。GPU 用のメモリ規格として、長らく DDR 系及び GDDR 系が採用されてきたが、2015年6月に発売された AMD Radeon R9 Fury X では、新しい規格系統のハイバンドウィテスメモリー、HBM が世界で初めて採用された。しかし、高性能だが高価格な、 HBM の採用は、コンシューマー用途では進まず、GDDR5 の後継規格である GDDR5X や GDDR6 が採用されるようになっている。2010年代後半に、グップグップという手法が広く普及したことで、HPC 分野でも GPU を多用するようになった。特に深層学習、ディープラーニングベースの AI 用途に GPU の需要が高まっている。 ベレムに関しては、費用対効果の面から、HPC 用途では、たとえ高コストでも高帯域、大容量の h b m ゲームなどのコンシューマー用途では、たとえ低帯域でも、低コストの GDDR という住み分けが起きいる。一方、グラフィックス API に関しては、マントルを皮切りとして、メタル、ダードックス12及びベルコンのように、ハードウェアにより、近い制御を可能とする。 ローレベル、ローレベル API が出現することとなった。ローレベル API はいずれもハードウェア、抽象化レイヤーを薄くすることによるオーバーヘッドの低減や描画効率の向上を目的としており、またマルチコア CPU の活用を前提とした描画、あるいは演算コマンドリストの非同期実行といった機能を備えている。また GPU でリアルタイムレートレーシングを実現する動きも、 加速しつつある。2009年にが、2011年にのが、そして2018年にマイクロソフトの DXR と Apple のメタルレートレッシングが発表された。NVIDIA g e f o r c e RTX シリーズは DXR のハードウェアアクセラレーション対応する最初の GPU である。ダーックス10世代以降の GPU は統合型シェーダーアーキテクチャに基づいて設計されており、 インテル GMA などの一部を除き、グップグップにも対応している。NVIDIA の GPU は、統合型シェーダーアーキテクチャを採用した GForce 8、G8-0 シリーズ以降、ワープタミー、32ハードウェアスレッドでの並列処理実行が特徴となっている。NVIDIA の GT200 アーキテクチャでは、単精度クダコア、SPCC とバイセ精ドユニット、ダップが分かれていたが、 フェルミでは単精度クダコア16個を入グループ組み合わせ、倍精度演算機16個と見立てて実行している。AMD の GPU は、ラデオン HD2000、HD6000 シリーズにおいて、ベロウェを採用していたが、HD7000 シリーズ以降では、グラフィックスだけでなく、グップグップでも、性能を発揮できるようにするために、非ベロウェな深度と、スカラー演算ユニットにより構成された。 グラフィックスコアネクスト GCN アーキテクチャを採用している。AMD GPU では、ウェイブフラント単位64ハードウェアスレットでの並列処理業が特徴となっている。ゲーム業界においても、1990年代後半から 3D 描画能力の向上が求められ、ゲーム機、ゲームコンソールベンダーは、 GPU メーカーと共同で専用の GPU を開発するようになった。汎用機であるパーソナルコンピュータ、PC 用 GPU より先行した新機能やイドラムの搭載で差別化したものが多い。また、汎用化、共通化のための分厚い中小化層がほとんど不要な専用 API や1マシン語が使えることも相まって同世代における解や 注意の PC 用 GPU よりも画像処理性能においては高性能である。なお Xbox One、PlayStation 4においては、それぞれ AMD 製の X86 互換、APU のカスタマイズ版が搭載されており、グップグップの活用と PC ゲームからの移植性を重視したアーキテクチャとなっている。携帯電話やカーナビゲーションシステムの表示機能の高度化が、 著しく、組み込みシステムにおいて用いられていた VDP に代わって、オパングル ES 対応のプログラマブルシェーダーを搭載した GP が採用されることが増えてきている。特に使用メモリと消費電力を抑える要求から。GPU は、1999年に NVIDIA コーポレーションが GForce256 の発表時に提唱した故障である。それまで、 ビデオカード上の処理装置はビデオチップと呼ばれていたが G-Horse 256はハードウェア T&L を世界で初めて搭載し3次元コンピュータグラフィックスの内部計算及び描画処理における CPU 側の負荷を大幅に軽減するコプロセッサとしての地位を確立しことから NVIDIA 社はグラフィックスプロセッシングユニットと命名した GPU と同様の名称として ビジュアルプロセッシングユニット、ベップーが存在する。ベップーは、サンドラブスインクが、ワイルドキャット VP の発表時に命名した。なお、ベップーの故障に関しては、ATI テクノロジーズが、ラデオン9500、9700の発表時に提唱したと誤解されることがあるが、実際は、サンドラブスのワイルドキャット VP の発表が先行している。また、 ATI が w e p の故障を使ったのは、当時はサンドラブスと提携していたからでもある。現在は AMD、Q、ATI も、主に GPU の故障を使用している。一般に、チップセットおよび CPU 内蔵 GPU、統合 GPU、イ g p u のグラフィック機能は、単体チップ型の GPU、ディスクリート GPU、j a m p に劣るが、 消費電力やコスト面では有利である。このため、オフィススイートやネットアクセスなどを中心とした、高性能が必要ない用途が想定され、低価格が求められる、業務用端末、クライアント機向け、低発熱、低消費電力が求められる、ノートパソコンなどでは、単体チップの GPU ではなく、統合 GPU が多く搭載されている。比較的高性能な GPU を使用する。 ゲーム機でもコストダウンを目的として、ップの統合化が進んでいる。高性能な GPU の利用を前提とするエアロを、搭載した Windows Vista の登場以降、チップセット内、および CPU パッケージ内に統合されている GPU コアの性能が向上してきたため、ローエンドのものから GPU 単体の製品は、3D ゲームの快適なプレイや、 カナダドルオペレーション 3DCG 製作におけるプレビュー用途を想定した比較的効果で高性能なものへとシフトしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。